セムズは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦。チャールズ・エフ・アダムズ級ミサイル駆逐艦の十七番艦。艦名は、ラファエル・セムズ海軍少将にちなむ。その名を持つ艦としては二世紀目。セムズは1960年八月十五日に、ルイチアナ州エイ・ボンデールのエイ・ボンデール造船所で寄港し、九百六十一年五月二十日に、フェリックス・エドワード・ハーバート夫人によって、 浸水、1962年12月10日に収益した。成長後セムズは1963年7月にサウスカロライナ州チャールストンで第6駆逐戦隊第62駆逐分艦隊に配属される。1964年の夏には大西洋及びカリブ海で様々な艦隊演習に参加した。その夏の終わりに、 セムズは6週間に及ぶ NATO 演習、マスターストローク、チームワークに参加、北、大西洋及びノルウェー海で活動した。9月22日に北極圏を越える。2ヶ月後の11月28日に最初の地中海巡航を行い、4ヶ月にわたって第6艦隊と活動した。チャールストンに帰還し、1965年の春には、 第2艦隊の演習に参加する。その後、ドミニカ共和国の沖合で支援任務に従事した。1966年2月から7月までセムズは2度目の地中海巡航を行い、帰国すると8月1日に母港をチャールストンからバージニア州ノーフォークに変更、最初の後半イオーバーホールをノーフォーク海軍造船所で行う。百六十七年四月、セムズは 任務に復帰し、カリブ海での回復訓練を行う。7月に、チャールストンで第6駆逐戦隊に復帰し、8月には3度目の第6艦隊配備に就く。1968年1月まで NATO の演習に参加し、1月31日にチャールストンに帰還、その後カリブ海及び東海岸での任務を再開した。6月10日、セムズは、 再び東へ向けて出港した。6月から7月にかけてドイツとデンマークを訪問し、続いて南に向かい、再び第6艦隊との任務に就いた。11月15日、スペインのロータでジョン・キングと任務を交代し、11日後にチャールストンに帰還、その年の残りを母校で過ごした。1969年1月、チャールストンを出港し、 プエルトリコの訓練海域で演習、スプリングボードに参加した。4月には再びカリブ海での第2艦隊演習に参加した。夏を通してセムズはカリブ海及び大西洋南東部での演習に従事した。9月末に再び大西洋を横断し、7ヶ月間の第6艦隊配備に従事した。1970年2月、ナポリで停泊中に、 ギリシャの貨物船モードリックが衝突する。この事故で艦首を破損したが、直ちに修理され、月末には任務を再開した。3月半ばにバルセロナに到着、カニンガムと共に帰還する。18日に地中海を出港し、28日にチャールストンに到着した。1971年のスケジュールは依然と同様であったが、恒例の 第6艦隊との巡航は7月16日から10月11日にかけて行われ、オランダ、デンマークを訪問、両国との演習及び、NATO との演習に参加した。12月20日に、セムズはサウスカロライナに帰還し、1972年1月に、チャールストン海軍造船所で帰還を上流輸出テムに変更するための工事が行われた。改修が完了すると、 春に東海岸及びカリブ海での任務を再開した。9月には NATO 演習ストロングエクスプレスに参加し、再び北極圏に向かう。その後ノルウェーとデンマークを訪問した。10月にチャールストンに帰還。11月にはカリブ海での演習に参加し、12月には地中海での NATO 軍との演習の準備に入った。 チャールストン訓練会域の公試み後、セムズは1973年1月4日に出航した。15日にイギリスのポーツマスに到着、ナト o 艦隊と合流する。続く7ヶ月間、セムズは大西洋を巡航し、港湾訪問と演習を行った。1月から2月にかけて、ナト o の演習、サニーシーズ、4月から5月にはカナダの演習、マーコに、 73に参加、6月にはノルウェーとの演習、ミッドナイトさんに参加した。7月1日にセムズは再び第二艦隊所属となり、9日後にチャールストンに帰還した。配備後7月10日から8月10日まで1ヶ月に及ぶ成長を行い、セムズは東海岸及びカリブ海での任務を再開した。十一月と十二月には演習。 ファイン・イン・ザ・サン及び、ランレデックス2から74に参加する。12月19日に、チャールストンに帰還、オーバーホールの準備に入る。セムズは1991年4月14日に、退役、同日除籍され、9月13日に、ギリシャに売却、ヒモンと解明された。ヒモンは2004年6月17日に退役し、2005年には、クレタ島のソーダ湾で、予備役となった。 ありがとうございます。